はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回はね、ゲーマーさんのところで連載しているゲームコレクターインプレッションでね、今回、TTI アイルオブマンライドオンザエッジ3にね、の10時間プレイの記事を書くにあたっての事前プレイというか、まあ、その記事用のねプレイをやっていこうと思います。今回7回目ですね。はい、まあまあ、もう記事はアップされてんだけど、はい。ということで、まあ、当然これをやってから、原稿を書いて、出してからこれを編集するわけですけどね。はい。で、今回は、一応前回のちょっと、前回から、スーパーバイクをね、プレイ、の方のイベントっていうかミッションを進めてるので、今回もそれを続けてどこまでいけるか。で、ブレーキをね、ブレーキを強化してるので、ブレーキ強化して何か意味あるか分かんないんだけど、とりあえずブレーキを踏み、効きやすくするというね、ミッションを今ずっとやってるわけですよ。そうでもないな。ただ、ブレーキが効くと多分僕の場合事故が減るんじゃないかなっていう、まあ、本当はアクセルとか調整した方がいいのかもしれないけど、まあ、とりあえずスーパーバイク、この、どれだ？じゃあね、まず、これでシーズンをこっちに切り替えて、あれ切り替えられない？あれ？どうなってんだ？まあいいや、ちょっと一回これでシーズン、あれ切り替えられなかったな。でもまあいいや、ここに行きましょう、はい。ここに行って、長押しでスタート。ということでイベントスタート。コースで、ね。何をやってんだろう。
ないんだないんだ、ライブセッション、はい、おでもな、結構後ろ迫ってたからどんどんガガッと落ちるんじゃないのこれ、自分が単純にあのスタート先にしたから手前にいただけだろ、これこれはちょっと順位を一回確認を、そうだよな、そんな感じだよな、20秒ぐらい遅れてんのかな、僕のプレイが20秒ぐらい縮めなきゃいけない、ちょっとこれ悔しいな、悔しいんでちょっとコースへもう一回だけやって、でダメだったらで、
これでセッション終了しちゃダメなのかな。できないのか終了。で、もう一回。で、ここでセッション。これライブセッションです。あ、そっか。ここで、このタイムはないのか。ここで終わっちゃうとダメなのか。前回だけやるか。多分ビリなんだけどさビリなんだけどさだから22秒差だもんね。9位とこれはこんなのもう相手にならないっすよ。はい、よしアップグレードできないかこれだと。で次非公式レースイベントセクションに、イベントをクリアしてシーズンを進展させましょう。今何分ぐらい？まだ全然大丈夫だよね。よし。始められる。よし。
出会って失敗するやつやな。
束したけどダメか。2分14秒もオーバーしてんじゃん9位とも2分8秒か。ちゅうか1位から9位まで何6秒7秒な7秒切ってんのか。そん中最高速度出してるのに平均速度がめちゃくちゃ遅い人がいるよ19ポイント経験は積んでんだよな。ちょっと一回どっかカスタマイズ、じゃあここでカスタマイズ、これはパーツ燃料パーツシャーシ、タイヤ、あ、間違えた。これがパーツ、フロントサスペンション、これ何がどうかな。パフォーマンスポイント417、これ上がるのです。パフォーマンスポイント何がどう上がるかな。エンジンはね、絶対いじっちゃダメなんだ。エンジンはパワーアップしちゃダメなんだ。トランスミッションを上げるとどうなの。パーツ、ショックアブソーバー、これかな。これのような気もするけど、ちょっと待って。タイヤを変えるとどうなる。ライフサイクル、パフォーマンスポイント、パフォーマンスポイントはどうだろう。何をどう変えれば何が良くなるのかよく分かんないんだけど、ちょっとショックアブソーバーを1個上げてみようか。1個上げるな。1個ずつ上げる。じゃあちょっとこれを1回上げてみます知識ないからもう適当です。待って、あれで、これでここに行って、
セクション2の非公式予選イベント、はい、ここ行きます。今30分いってないぐらいか。じゃあ行きましょう。あ、ここでバークセッティングしてもよかったな。はい、ボス、ライブセッション、はい、1分ぐらい差があるねさらにひどくなってるね成績がさらにひどくなってるね。これ緊張感がなくなってんだよな。マシンスペックとかは、あ、でも一番いいわけじゃないんだな、ポイント的には。まあ、これはもうこのままスキップします。でこれももう一回だけ走って、
コース。なかったけど抜かれてるよね、タイム的にはね。そうだよね、だいぶ後から走ってんだもんね、やつらは。いやー、じゃあセッション終了。はい、で、次のなんか買った方がいいのかな。まあいいや、ちょっともう一個ぐらい。今日、今何分ぐらい？まだ3、24分ぐらいある。よし。じゃあ行きましょう。っていうか、今の予選だから本戦やんないとダメだよ。本戦でいいんだっけ？バイクセット。ロースマップ。こうやって見ると直線に見えちゃうのはいかんよね。あ、これか。
んだかんだ今ブレーキ踏んだ後アクセル踏んじゃった。なんか一回やったぞあれ、今のゴールの仕方一回やったぞあれ。3分36秒ですか。あ、ペナルティーとかもついてるやつ4人もいるのか。いや、いいっす、いいっす。レベル4まで上がりましたよ。上がりましたよ。カスタマイズどっかでやってく。釣りどこ、あ、ここか。あ、じゃなくてその前に一回確認したいのがシーズンどこまで来た。このあとフルでやってもこの1時この20分もいかない、十何分の間にこれでクリアできないから、この回でもう 1,2 レースやるにしても、ちょっとどうしよう。カスタマイズでちょっと別にここに行く必要は全くないんだけど、何をどうするか。タイヤ、はい、タイヤを、ライフサイクルあんま関係ない気がするんだけど、ちょっと待って、何がいいんだ。エンジンじゃないな、トランスミッション、トランスミッション。ここら辺は何が変化するか分かんないんだよな、正直。知識がないと分かんないけど、シャシを変えると空気っていうことが分かんないんだよ。重量パフォーマンスポイント、え、これだとなんかパフォーマンスポイントと重量だけしか変化ないな。これだとこれも総重量なんだよな。空気抵抗がちょっと変わるのか、いいのかそれは。これは燃料タンク、燃料タンクは変わらないのか。じゃあちょっとトランスミッションを変えると、トルクは変わるけど、トルク変わると何が変わるのわかんねえ、わかんないから、じゃあ空気抵抗が変わるんで、これを、はい、これをちょっとじゃあいじっておきましょうと。あと10ポイントあるじゃん、なんか変えられるんじゃない、まだ。あれちょっとなんか拡張できるじゃん。トランスミッション開けておく、わかんないけど、ブレーキやった方が良かったかな。まあいいや、はい。ということで次、違うか、こうか、あれこうか、これで、はい。まだまだあと何分、
と12分ぐらいか。急がないと中途半端になっちゃう。勉強しろよ。
じゃないんだよ。ステップして、まあ、最後ステップして、その後に、まあ、1回レースを振り返って、でその後に次のレースに行かなければ時間はちょっとかかるとか、それでカスタマイズしてもいいし、そんな感じの時間とか。あー、布団飛んだな。行っちゃいます。だってこの人下手だから5分くらいかかっちゃうんです。あった飛んだな。そうじゃないんだ。ギリギリ処理する期間じゃなかったのかな。
セッション終了。はい。時間です。はい。時間です。ということで、多分今のでセーブされてると思うから、ここはいいや。今日はここまで。はい。あぶね。ということで、次回からスーパースポーツの方で話を進めていくのと、あとで思い出してたら AI のレベルを下げる。まあその辺あたりでね、ちょっとあの10位から抜け出すという作戦をちょっとやっていこうかなと思います。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。